皆さんこんにちは。全身チャンネル第133回です。今回の全身はこちらです。築地解体は改憲への道、豊洲移転は絶対に許すな、安倍と小池を打倒しよう。東京都知事小池百合子は築地で働く人々の豊洲移転反対の声を踏みにじって築地市場閉鎖を強行しました。築地にとどまり営業を続けると声を上げる仲卸の人々と連帯しよう。築地の労働者は労働組合に結集して解雇失業を許さず戦いましょう。豊洲は開場前に完全に破綻しています。先月23日には水産仲卸売場棟のマンホールから汚染地下水が1時間以上も噴き出し続けました。しかし東京都は噴き出た水の成分すら発表していません。仲卸の人々と団結し力を合わせて築地解体を阻止しましょう。こちらの豊洲移転反対のブックレットが Amazon で販売中です。税抜き500円、ハンディな一冊です。ぜひお買い求めください。説明欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。続いてはこちらの記事です。当局圧倒し京大解放集会、10月3日京大キャンパスで京大解放雑集会が打ち抜かれました。弾圧する京大当局と激突し実力で集会を勝ち取りました。早朝断行申し入れ書の提出行動では受け取りを拒否する学生課長を数十人の学生が追及し20分間もの攻防が繰り広げられました。全学連は京大を先頭に全国大学ストライキを実現する決意です。キャンパスを一緒に解放しましょう。そしてこの度中核派の機関紙共産主義者の第198号が発刊されました。おすすめはマルクス生誕200年を記念した特別企画である資本論の学習論文です。さらに 11.4 労働者集会や三里塚闘争への決起を呼びかけるアピールなど重要論文満載です。英語版144ページ、定価は1000円プラス消費税です。 Amazon かお近くの中核派からお買い求めください。本日もご視聴いただきありがとうございました。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。原口智子と斉藤育馬の Twitter アカウントもチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。